さあオリックスですけれども、今回の内容は入れ替え候補ということで、ここ最近ですねオリックス得点不足が続いていると、この同じタイミングでですね、複数の選手が不調に陥っていると、ラオウもですね再び抹消されましたし、今回の、テーマとしてですね、明日からの入れ替えですね、特に野手にちょっとターゲットを当ててお話をしていこうかなと思います。2軍から上げてきてほしいなと思う選手はいますでしょうか。まず直近のカードなんですけども、ご覧の通りということで、これね日本ハムとの、参戦のデータになっております。まさかのねカード頭が引き分け、そして第2戦もなんとか1点差、昨日なんてもうほんとねなんちゅう試合やねんっていう感じでサヨナラ勝利ということでしたけども、ここの3連戦、宗選手であったりとか、啓太、森、紅林選手、ここの4人でね、非常にこう、頼み切ってるというような状態が続いておりました。しかも、遡っていくと、8月の10日、ソフトバンクとのカードからですね、オリックスのあと2得点以下がずっと続いていると。この日本ハムの前で言うと、ソフトバンク、楽天、ロッテですからね、4カード連続で2得点以下が続いているということですけど、勝利するも1点差とか2点差とかで決まってしまうということなので、これですね、ゲーム的には 7.5 ゲーム差広がってますけど、どうなんですかね、投手のこの疲労蓄積みたいなところは短期決戦とか、特に CS ですよね、ここに影響しそうだなっていうふうにも思うので、この辺ですね楽に行きたいと。でどうしても打てないのであれば、もう早めに優勝決めてですね、本当にそのリリーバーとかをリフレッシュさせたいなというふうに思うので、改めてですね、明日からのカードっていうのがすごく大事になってくるのかなというふうに思うんですが、そんな中でまず一軍で起用されるものの、なかなかですね振るわない選手とか、いろいろといるので、今回はですねここ1週間での一軍でスタメンで使われてきた選手、ちょっと4人にピックアップをしてご紹介できればと思いますが、まず1人が茶野選手ですね。1週間、だいたい4試合ぐらいにスタメンを張ったわけですけど、打率がねもう1割来てしまってるということで、なかなかやっぱ長打がないっていうような、成績になってます。1本もね単打ですから、なかなかやっぱね外野両翼ってことを考えるとちょっと厳しいですよね。そして2人目が野口選手ということで、これはですね8月の15から20日の、5日間の、成績になるんですが、4試合出場してまして、打率が2割6分7厘ということで、長打はないと。昨日も2本ねヒット打ってるんですけど、それまではねなかなかちょっと苦しいっていうような結果が続いていたので、どうなんですかね、長打率みたいなところもあんまり良くなかったりするんでね、率的にはそんなに低くはないですけど、この辺をどう見るのかっていうところですね。そして3人目が義母さんということで、3試合にスタメンで出てるんですけどもね、ここの5日間で言うとヒットが1本も出てないという状態でございました。惜しい当たりとかがねすごく続いているんですけど、結果としては出てきていないということなので、この辺をどう見るのか感じでございます。そして4人目ゴンザレスということで、復帰してから3試合にスタメンで出てますけども、昨日ですね、ようやくヒット打ちました。それで打率が1割1分1厘という成績になっております。長打はなしということなので、守備ではですね、非常にいいプレー、義母さんも同様ですけどね、炸裂をしているわけなんですけども、打つ方に関してはなかなかちょっと厳しいという状態。以上がですね1軍で特にちょっとこう不調なのかなというか、打てないなという選手をピックアップしたわけですけども、ここからは火曜日からの西武の3連戦をちょっと想定してお話をしていこうかなと思うんですが、予想ローテですね、これ高橋光成、エンス、今井達也っていう風に予想してみました。特に1戦3戦目に関してはもうエース格ですから、この辺ですねやっぱり対オリックス防御率ね、高橋光成投手以外はそんなに良くないですけど、それでもですね時たまえげつないピッチングをする今井投手だったりとかですね、エンス投手とかもいるわけですから、この辺を考えて、全員右ではないってことを考えると、対左対策で、右バッターをこう上げるっていうような予想もできるのかなというふうに思ってですね、まずは、個人的にねちょっと予想してみた西武との3連戦相手の先発ピッチャーでございます。そんな中で、2軍から誰あげんねんっていう話ですけど、通算のね成績は良くても、ここ最近ねあんまり打ててなかったら正直上げたところでっていう部分もあるのかなと思うので、ここ1週間の2軍の試合で注目している選手ですね、どんな成績を残しているのかちょっとご紹介できればなというふうに思うんですが、まず1人が佐野皓大選手ということで、ここ1週間3試合に出場してるんですが、打率が2割3分5厘ということで、結構ですね通算で見ると3割超えてるんですよ。なのでいいのかなと思いきや、直近の試合だと意外とそうでもなかったりするので、この辺ちょっと難しいところですよね。そして2人目が源健大選手ということで、4試合に出場しているんですが、打率がですね1割切ってしまっているということでございます。源選手もね、結局蓋を開けてみたら北選手とか池田選手とはそんなにね通算の打率そんなにこう遜色はなかったりするんですが、佐野皓大選手同様に、ここ最近ってことを区切って見ていくとあんまり良くないのかもしれないですよね。そして
3人目が杉澤龍選手ということで、ここ2試合出場してるんですが、6打数2安打ということで、長打は1本もなかったです。ただですね、率としては、まあ、打席数少ないながらも結構良かったりするんで、ここの、西武との3連戦を1軍でやっている間に2軍でですね、まあ、1、2試合出場して、ちょっとどういう成績を残すのかっていうのをちょっと気にしながらですね、見ていくと、もしかしたら、金、土、日のロッテ戦で、上がってくるっていう可能性もありますから、この辺ですね、ちょっと要注目なのかなと思ってます。そして、4人目が池田龍馬選手ということで、5試合ということで、この中では一番出てるんじゃないですかね。打率も3割超えてます。長打も非常にあるということで、スリーベースもね、昨日1本打ってますが、どうでしょうか。この中で見ていくと非常に面白いんじゃないかなと思います。そして、5人目、ベテランの西野さんですけども、4試合に出場してます。10打数2安打ですけど、まあ、長打がないということなので、打率は2割という結果に陥っております。そして、6人目、北選手ということで、北選手もね、池田選手同様に出場しておりますが、打率も3割3分3厘ということで、いいですよね。長打も非常にあるということで、この池田、北2人に関しては、もうここぞという場面なんじゃないかなというふうに思うので、ぜひ使ってもらえたらなというふうに思っております。ちなみに、まあ、ここからね、入れ替え候補についてお話をしていくんですけども、ここ最近ね、外野の選手で、昇格した選手って渡辺晴人選手かなと思うんですが、彼が昇格する直近の2軍の試合見たんですけど、7月の26日に出場して、それまで2週間2軍では出場してなかったんですね。で、26日に関しても2打数1安打、まあ単打1本というような成績だったんですが、これわかんないです。周りがなかなかちょっとこうね、若手の前島軍の選手が振るわなくてとか、センターを守れる選手が良くて、みたいな、まあ、いろんな条件が重なって、渡辺晴人選手が昇格したのかもしれないんですけども、まあぶっちゃけですね、通算打率も2割5分ぐらいだったので、まあ、そこまで、めちゃめちゃいいっていうわけでもなかったですから、まあゴリゴリのね、レギュラーとして上がってきてないのかもしれないんですけど、この辺がまあ一応参考にはなるのかなと。思いました。しかも、野口選手と中川圭太選手は、まあ、外野で使われてますけど、登録としては内野手登録。で、本来であれば、DH でトング、ファーストで中川圭太っていう布陣も、なんか組めたらいいのかなというふうに思うので、まあ、なおのことをちょっとセンターを守れる選手っていうのが、まあ、必要になってくるんですけど、なかなか打つ方でですね、この選手とスタメンで使いたいと思えるようなセンターの選手がいないっていうのが現状なので、まあ、その結果、センター、ケータっていう布陣が続いているわけでございます。まあ、そんな中で、個人的にですね、入れ替え候補面白いんじゃないかなと思うのが、まず、池田龍馬選手と北選手ですけど、まあ、誰と入れ替えんねんっていう話ですよね。ここに関しては、まず渡辺晴人選手、まあ、同じ外野手ですから、まあ、いるんじゃないかということで、入れ替え候補として見てみました。そして、もう一人がですね、まあ、山橋選手でもいいのかなというふうに思ったんですけど、二遊間、ファースト守る選手、いろいろ含めてみましたけど、まあ、ファーストね、最悪守備固め、ケータもいますし、トングもいます。ね、で二遊間に関しても大城、義母、マーゴっていう風にいますから、まあ、マーゴもファーストできますしね、まあ、その辺考えてもちょっと内野も飽和気味なのかなという風に思いました。で渡辺晴人選手もね置いておいていいんですけど、まあ、守備固めってことを考えると小田さんであったりとか、まあ、茶野選手とかもいますからね、その辺考えて、まあ、こういう感じでもいいのかなと。でこの間ね、斉藤京介投手挙げましたけども、まあ斉藤京介投手でもいいでしょうし、まあ吉田亮投手、まあこの辺になるのかなというふうに思いました。で、そんな中で火曜日のガチ予想スタメンということで、これがね、本当に入れ替えとしてなるのであればっていうところですけど、こんな感じでスタメン考えてみました。まあ1番と9番に若手を添えるっていうような布陣ですけど、あとはそんなに変わらないですね。まあおそらく火曜日吉野ブランじゃないかなというふうに思うので、まあキャッチャーは若月さんで、DH で森選手が出るのかなと。いう感じで考えております。ただ、これはね、あくまでガチ予想スタメンになります。まあ、1番北選手がどうなるのかとかもわからないですし、これ1番と9番逆になる可能性もあるんですが、まあ、個人的にはね、1番池田よりも北選手の方がイメージができたので、まあ、こんな感じで予想してみました。一方で、好みのスタメンはまた違ってくるわけですよ。好みのスタメンでやってくるとまたこういう風になってくるんですね。まあ、1番に紅林選手を持ってくることによって、1番から5番までですか、固めてですね、ここでやっぱ点を取りたいんだと。いう風な布陣を組んで8、9番で、まあ、若手でちょっとこう育成もやりながらみたいな、お試しで使いながらみたいな感じでいいんじゃないかなっていう風なもので、まあ上がりたていきなり1番って結構ねプレッシャーがあったりとかしますから、その分打席がいっぱい回ってきて結果がいっぱい出てくるという風な見方もできるんですけど、個人的には8、9番の方がいいんじゃないかなという風に思ったので、こんな感じで好みのスタメン並べてみました。ということで今回のテーマはですね、火曜日からの入れ替え候補ということで、得点不足が続くオリックス、まあ、打線にメスを入れるのかということで、入れるなら誰を招集するのか、そして誰と入れ替えるのか、そんなねテーマでお話をさせていただきました。ぜひ今回のテーマについて何か思うことがありましたら、コメント欄を通じて教えてもらえたらなというふうに思っております。ということで今回のお話は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録とそしてグッドボタンお忘れの方は何卒よろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。